地球から見た、天球上の太陽の動き赤道上にある喫茶田の日、時計、分点通過時刻である2011年9月23日7時21分の撮影。太陽はほぼ真東から昇って、天頂を通る。日時計が作る影は赤道を示す線と重なる。分点とは、天球上で天の赤道と王道とが交わる点、および、太陽が、 この点を通過する瞬間のことである。分点は二つあり、春と秋にそれぞれ通過する。春のものを春分点と言い,い、これは太陽が南から北へ通過する。太陽が春分点を通る瞬間を、春分、春分を含む日を春分日という。秋のものを秋分点と言い,い、これは太陽が北から南へ通過する。太陽が秋分点を通る瞬間を、 秋分、秋分を含む日を秋分日という。春分日、秋分日には、太陽はほぼ真東から昇りほぼ真西に沈む。また、昼と夜の長さがほぼ同じになる。これを昼夜平分時という。日本では、春分日、秋分日は、国民の祝日となるただし、上で、ほぼと書いた通り、厳密には真東、真西、昼夜平分ではない。 このズレの大きさは緯度によるが、北緯35度では、昼の時間は大気差により5.8分長く、太陽の視直径により2.6分長く、分転時刻が一般には正午からズレているせいで、最大1.1分長くもしくは短くなるため、12時間より平均8.4分長い。同様に、夜は短く、日の出日の入りの方角はわずかに南寄りになる。また、 人指示差により、昼の長さが12時間8分だからといって5時56分に、日が昇り18時4分に日が沈むわけではない。地球の再差により、天球上における分点の位置は移動する。それに伴い設計、石位は年々変化するので、設計、石位によって、天体の位置を表す際には、それが何年の分点による、設計、石位であるかを示す必要がある。 製図などでよく使われるのは1950年のものと2000年のもので、それぞれ1950.0分点、2000.0分点と表現する。ありがとうございます。